신자요. すごいね 団長。 私たち今とっても危険な場所にいるよ。 なんでこんなことになってしまったんだ。 誰にでもできる簡単なお仕事って聞いてたのに。 こんな崖を登ってるの？ 最初に聞いた話と違うよ。 団長。あ、バレた？ うん、正直に言うと今めっちゃ楽しんでる。 これさ、落ちたら私も団長も無事じゃ済まないじゃん。 こんなギリギリいっぱいの危険な場所、 普通のフラワーナイトだったらまず歩こうとしないよね。 みんなが避ける危険に飛び込む私、 それを褒めたたえる周りの人。 その光景を思い浮かべるだけでお腹とお股のあたりがブルブルってしちゃう。 怖がるよりはいいと思うけどな。 危険を恐れたら普段の力を発揮できないじゃん。 だったら調子よくポンポン。 団長、いやさっきのはマジで危なかったよね。私の予測だと団長の足首に掴まれるはずだったんだけど、勢い余ってここまでひとっ飛びだったよ。 結果的に2人とも無事だったんだからいいでしょ。 団長が来るまでの間暇だったから1人で危なそうなところをチェックしてたんだけどね。 この森、崖とか洞窟とか危なそうなところがたくさんあるみたいだよ。 地図にはそんなこと書いていないのにね。 他に危険なスポットは、 目指してるよ。目指してるけど、ついでに立ち寄れるならちょっとくらい立ち寄ってもいいかなって。そんなわけないじゃん。あれはたまたまだよ。あっちの方が近道だと思っただけ。結果的にものすごく早く着いたし。 細かいことは気にしないでいこうよ。 それよりほら、急がないともうすぐ夜になっちゃうよ。っていうか結構距離あるから着く前に夜になるね。どうする団長、この辺で一泊しておく？それとも
えて徹夜の行軍でもしてみる？明かりになるもの持ってきてないから命がけだけど。オッケー、今夜は夜のコテージに一泊だ。私ね、夜はすごいよ。夜はなんかね、男の人を引きつける匂いを放つみたい。前からよく男の人に言われるんだよね。やあチューベローズ、いい匂いだねって。いい夜だなんてそんなんじゃないよ。私は団長以外の男に興味ないからさ。どう？私いい匂いする？まあまあ、お楽しみは夜まで取っておこっか。団長と二人でお泊まりだなんて危険な香りがプンプンするね。それじゃ危険な夜を求めてレッツゴー。団長、もう寝ちゃった？なんだか寝られなくてさ、眠くなるまでちょっと付き合ってよ。肝試しに行こうなんて言わないからさ。お、気づいた？もうすっかり夜だからね。昼間話した男の人を引きつける香りっていうのがするのかもしれないよ。甘い？甘いんだ。甘いかな。自分じゃあんまりわからないけど、団長がそう感じるならいっか。いい匂いなら安心だもんね。近づくともっといい匂いがするかもよ。あ、団長、今私のこと見て変なこと考えてたでしょ。嘘、なんか昼間と目つきが違うよ。まあ団長が私をそんな目で見ちゃうのも仕方ないのかもね。夜の私は一味違うかもしれないんだから。試してみる？舐めたら甘いかどうか。せっかく団長と二人きりだからさ、危険な夜っていうのを過ごしてみたかったんだ。私のセクシー攻撃に我慢できなくなった団長が狼のごとく襲いかかるみたいな。でも恥ずかしがってる団長を見てたらなんか悪いことしてる気分になっちゃったよ。お詫びにたくさんチューしてあげる。でも本当ありがとね。私の遊びに付き合ってくれて。薬草探しのお手伝いだってこの森を散策できるから誘ってくれたんでしょ。私は知ってるんだな、団長がそういう気配りのできるいい男だって。なら、なんで私に地図を持たせるの？団長ならわかるでしょ？私が本当は寄り道しまくってるって。そういうとこだよね。団長ってば、私のこと本当は好きでしょ。
私は団長のこと好きだよ。自分でもよく分かってないんだけど、自分の体の匂いをね、悪くないかもって思うようになったのは最近なんだよね。もしかしたら団長と出会ったからなのかもって。分かってくれるだけじゃやだ、ちゃんと褒めてほしいの。やっぱり味見してもらおうかな。私の味知りたくないの？夜モードの私は昼間より危険なことが好きなんだ。だからあっさり引き下がったりしないよ。夜はまだまだ長いんだ。